おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。お弁当を作るよ。今日は魚、トトはねサバで、娘が鮭、もうこのまま魚焼きグリルにお任せでね、玉ねぎを薄切りにするよ。そしたらね、カニカマは細切りね。でね、ウインナーに切り込み。これね、昨日ね、100均パトロールをしてね、なんか面白そうだぞと思ってね、買っちゃった。なんかね、いろいろね、なんか形になってる。でね、トウモロコシはくし切りね。そしたらね、卵焼きの準備。今日はね、キッシュ風の卵焼きにしたんだ。これもさ、具沢山で美味しくてね、娘のお気に入りです。そしてさ、私昨日喉がどうかあるっつって、リンパが腫れてるっつってたよね。え、なんかさ、気づいたら喉のここの右のコリコリのリンパがさ、なくなってる。ほんでね、喉の調子もまあそこそこよくかん、良い感じ、わかんない、いい感じになってる。前さ、前回喉がおかしい時に緑茶うがいがいいよって教えてもらって、すっかり忘れてて、また昨日コメントで思い出して、緑茶でガラガラっぺしてさ。ほんでね、昨日はさ、私にしてはハードな一日だったのね。だからね、8時頃にはもう爆睡した模様で。でね、ちゃんとさ、睡眠もしっかりとれて、ゆっくり眠れたからかね、今日はもう回復。よかった、ひどくなることなくて。やっぱさ、普段からよく食べてるからかしら。普段からね、よくね、もりもり食べるからかね、ひどくならずに済んだ。やっぱ昨日さ、早く寝たのもいいのかもね。子供たちより早く寝ちゃった。8時びっくりよ、自分でもね。でもそのおかげでね、もう今日はピンピンシャンシャン、元気元気元気が一番です。で、昨日さ、そんなに早く寝たもんだから、今日はね、草木も眠る牛蜜時、午前3時に目が覚めて、もうさ、パシッと目が覚めてさ、あー、今二度寝したら体がだるくなるなと思って、もそこから起きてさ、なんやかんやこそ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 動き始めて、もうお弁当もね、5時前、4時半頃には出来上がったの。まあでもね、私にとってはね、この早く寝て早く起きれる方が自分的にはいいな。そしたらさ、家事の進み具合もさ、ぴゃっぴゃっぴゃってはかどるし、やっぱ早く起きればさ、そんだけ時間を有効活用できるからね、私にとってはね、この感じは好きな感じ。で、これでね、キッシュ風の卵焼きもできた。そしたらトウモロコシとウインナーを焼く。本当はさ、ピッて型抜きしたのは湯がいたらもうちょっときれいくピヨンって広がるんだろうけど、湯がくのが今日はめんどくさかったから、めんどくさいって焼いたけどね、焼いてもいい感じでこうピョンって広がったよ。でね、トウモロコシはさ、真空パックのやつだからそのままでも食べれるけど、やっぱ焼き目をつけた方がうまいから、しっかり焼き目をつけて、今日はね、これをあれに、バター醤油に、バター醤油にする。このさ、バター醤油っていうのも裏切らないよね。
でバターをよか風に絡めたらさ、醤油をしゃって。でもこれをさ、全体に絡めて、これでもうトウモロコシのバター醤油もできた。で、ごま油を熱して、玉ねぎとカニカマを炒めるよ。このさ、玉ねぎ、ネギ、このネギ類っていうの、めっちゃ美味しいよね。そしたらね、分量はこれね。もうこれも簡単。醤油、かつお節。ね、もうごま油、あれ？ごま油で炒めたのにまぶしたら、うまい。簡単で美味しいからね。もうこれでね、玉ねぎとカニカマのおかか醤油もできた。そしたらね、詰めるよ。久しぶりにこの丸いお弁当箱ね。サラダ菜で仕切って、ご飯はね、気持ち段差をつけてる。そしたらカップを敷いて、ここにさ、玉ねぎとカニカマのおかか炒めを詰めるよ。そしたらね、トトの方にはさ、サバをこのご飯にこう立てかける感じで詰めて、娘の方は鮭ね。娘はね、鮭が好きなのよ。私も鮭が好き。でもトトが鮭が好かんからなかなかさ、食卓に並ぶことが少ないけど。で、このキッシュ風のさ、卵焼きは四角く切ってるから断面が四角、正方形中のコロリンと断面が見えるように詰めて、で、トウモロコシのバター醤油、そしてこれはさ、うずらの肉団子だっけ？売ってるよ、あれ。魚だけじゃね、物足りないだろうからさ。でね、一つはね、半分に切って断面が見えたらいいかなと思って。そしてね、隙間にもウインナー。このさ、星の形で脇っちょがピロピロピロって、なんか可愛いね。すぐね、いらん。百均に行けばさ、別に買うものないのにパトロールしてしまってさ、あら、って、お弁当コーナーとかいろんなコーナー、何？まあほら、食器とかああいう系を見たらさ、ついついさ手が伸びちゃうよね。いかんいかんだけど。まあでも使うからよし。で、ミニトマトを乗っけてね。今日はね、五色の花結びだったかな。これをさ、ご飯の縁っちょ、縁っこ、なんていう、縁の方にパラリと、パラリと。久しぶりにね、こういう詰め方したな。詰め方？何？これでね、今日のお弁当の出来上がり。今日はね、トトはサバ、娘はなんだ、鮭、あとはキッシュ風卵焼きとかの簡単なお弁当でした。材料と分量これね、また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。ではでは、良い一日を。